小説家になろうで2018年4月1日から連載開始、同年10月25日から m f ブックスより単行本化している。書籍版タイトルはマドーグシダリアはうつむかない今日から自由な職人ライフ。2021年4月時点でシリーズ累計発行部数は90万部を突破している。漫画版は書籍版と同タイトルで 月刊コンプエース連載版と、魔道具師ダリアはうつむかない、ダリアウィルツのオモアのタイトルで、マグコミ連載版の2作が存在したが、コンプエース版は2巻で打ち切りとなった。前世は、日本人でうつむいたまま過労死しし、今世では、いい妻になろうとするも婚約破棄された、魔道具師、ダリアが、もう、うつむかないと決意して生きていく、異世界での恋愛、ものづくり、人間模様を描く物語。 公益と魔法技術で栄えるオルディネ王国。その王都に今日構える魔道師のダリア・ロセッティは亡き父の弟子で婚約者のトビアス・オルランドから結婚前日に一方的に婚約破棄を迫られる。トビアスにはすでに新しい恋人がおり、新居にも出入りしていたのだ。予期せぬ出来事に愕然とするダリアだったが、周囲の助けもあり、トビアスとの婚約を破棄。 さらには生活と魔道具開発のため自身の紹介を立ち上げる。そんなある日、素材の採取に森を訪れたダリアの前に負傷した血まみれの男が現れる。彼は王国騎士団魔物討伐部隊で最も危険な役割を担う赤鎧のボルフレードスカルファロットであった。ありがとうございます。